の力に屈したスサノオは世界の命運を人の手に委ね道を譲った。戦海と人海、生きとし生ける者の総意を追った討伐軍はついにマクスの最深部に達する。滅びの定めを打ち破り希望の未来を導くために人の子らは最後の戦いに挑む。そんな中、かぐやは聞いていた。時が歪み世界が崩壊を始める音。歪んでいる時が、世界が、このままでは全てが滅んでしまう。けれどそれだけは避けなくては。かけがえのない大切な方々、親しいと友と呼んでくださった方々、必ずお守り申し上げます。いかなる定めとなっても。